は私がこれだけは一生続けたいなと思っている治療3つ紹介してくださいとテーマをいただいたのでお話しようと思います。なんとなく皆さん答えは予想できるんじゃないかなと私の YouTube ずっと見てる方は思うんですが、紹介していきます。まず1個目、ボトックスですね。まあ湘南に入職してボトックスはね、もう何回受けたのかちょっと数えきれないぐらい受けてますが、こればっかりはね多分ねきっと続けるだろうなと思います。どういうところに受けてるかって振り返ると、まだ私が新人で初々しい頃ですね。その頃はですね、例えばエラにボトックス打つとか、そういったちょっとこう小顔とか、そういった観点で受けていったんですが、最近は、まあ、エラはもうずっと打ってなくてですね、おでこ、眉間、目尻、こうここのバニーラインとかっていうような表情じわですねのボトックスは、まあ、ほぼもう4ヶ月に1回は受けてますかね。あんまりガッチガチに止めるのが好きじゃないので、私はこうナチュラルボトックスっていうので使ってる部分と、結構筋肉が強くてナチュラルボトックスは抑えきれないところもあるので、パーツによっては通常のボトックスとこううまく組み合わせながらやってます。あと口角とか頸部かな、いいって縦筋のところとかは毎回ではないんですが、半年に1回とかはやってたりしますかね。その小顔になる、なりたいっていう理由で、はい、エラボトとかをやるのはすごくわかるんですけど、はい、あのおでことか、うん、あ目尻とか、はい、先生全然シワ刻まれてない感じしますけど、どうして受けようと思ってますか？これはですね、あすごくいい質問ありがとうございます。ボトックスで私どちらかというとこう、ね、表情のニュアンスを調整してるイメージなんですね。で、あの笑うとですね、私ここの頬のお肉がすごく多いんですよ、ここが。なので笑うと結構目がこうやって押されて、こう三日月みたいになりやすい、目が細くちっちゃくなりやすいんですね。なので目尻打っとくと、少しここが若干動きがこうブロックされるので、笑っても目がこう細く三日月みたいになりにくくなるんです。で、まあ、とはいえガチッと止めちゃうとこう目がきつくなっちゃうので、それはそれで怖いじゃないですか。こうやっぱ私もね、医療といえどもあのサービス業でもあるので、私の仕事で、なので、まあ、ある程度表情は残しつつも目がちょっとくちゃってなるのをちょっと最低限抑えられるようにと思って目尻打ってたりとか、あと眉間もね、私はですね多分結構人からきつく見られるというか、まあ実際多分きついんだと思うんですけど、スタッフさんとか後輩にも、でもまあ結構きついというか厳しいですね、ごめんなさい、あの厳しいかもしれないですよ。で結構やっぱね、眉間にこうやって寄ってると相当怖いみたいなので、なるべくこうあの自覚があるんですよ、私はあの自分にも人にも厳しいっていうのが、だからなるべくいつも朗らかな表情でいられるように眉間とか口角とかボトックス打ってるんですね。であとおでこは、おでこのねボトックス打つと、まあ良くも悪くも眉がちょっとだけこう落ちて、目と眉の距離が少し狭くなるんですよね。でそっちの方が私は自分の顔が好きっていうか、まあ、それはね、でもうまくやらないと上まぶたは結構あの腫れぼったさが余計強調されるので、あの打つおでこに関しては打つ量と打つポイントは結構こだわって、あの他の先生にお願いするときもこっそりちょっとここにこれぐらい打ってくださいっていうのをお伝えをしてやるようにしています。だからどっちかというとシワ目的、シワ予防目的でもあるんだけども、お顔の表情のニュアンスをどう自分が見られたいかっていうのを意識して顔の、 あの調整をしてもらってるってイメージかな、うん、引き続き自分のどのように見られているか、そしてどのように見られたいかを考えながら定期的に受けていきたいなと思います。まあ、いずれだから私一回心配したことがあって、ボトックスってね、妊娠中とか授乳中は基本的にご案内できないんですね、うん、だから私は全く今のところ、まあ、あの全く妊娠の予定もなければ相手も今のところあのいないんですけど、あの毎日ですよ、私が子供ができてですね、そしたら1年以上ボトックスできないくなるかもしれないと思って、今からそれをちょっともしそうなったらどうしようと思いながらも
くらいボトックスは愛してやまないです。さて、じゃあ次2個目ですね。まあ2個目は悩みますが、ケミカルピーリングかな。本当はね、サーマクールもね結構定期的に受けてて、サーマクールやるともう絶対あれもうだから結局陽性になっちゃうね。まあ、いやサーマクールを受けると本当に皆さんに顔が締まったとか肌が張りが良くなったってすごく言われるので、サーマーすごい続けたいんですけど、でもあれってねやっぱねこう半年とか1年に1回やるイメージなんですね。ただやっぱケミカルピーリングは定期的にもう1ヶ月に1回とか、まあ、場合によっては2ヶ月に1回とかずっと続けてて、これは私は今のところ、まあ、ずっと続けていきたいなと思ってる治療の一つです。理由はね、結構私もともと学生の時もニキビがすごく多くて、今やっぱあんまりニキビほとんどできなくなったのピーリングを定期的にやってるからかなと思ってて、でやっぱりピーリングサボるとね2ヶ月ぐらいサボってるとわっとでき始めるんですよね。でニキビがボツボツ出てくると、あ、そうそうピーリングする時期だわ私と思って慌ててする感じなので、まあ多分私の肌質的には、まあ、当面多分ニキビの肌荒れとかをさせないためにピーリングはきっと続けていきたいし、続けないときっといけないんだろうなと思ってる治療の一つです。そして3つ目、もうこれはですね皆さんご存知ベビースキンですね。だからもうね3つって監督に言われた時にもう事実上1個ベビースキンが決まってるのであと2個をどうするかって感じだったんですけど、はい、ベビースキンに対する私の愛を告白した YouTube を過去に撮っていて、そこそこ反響が良くてですね、なのでまあもしよければ再度見てみてください。どのね治療にもベビースキンは合うんです。ピーリングと一緒にやってもいいし、それこそサーマクールと一緒にやってもいいし、フォトとかレーザートーニングとか、まあいろんな私が愛してやまない治療ありますが、どの治療でもベビースキンとセットでやるとより相乗効果でいいなと思ってます。ベビースキンはどれぐらいの頻度なんですか？クリニックでやるのは最近はもう2ヶ月に1回ぐらいかな。本当はね月1でやりたいんですけど、月1までやれてないかも。私何回も何回も手術を受けると、うんうん、スパンを長めにとっても肌が正常な状態に保たれる感じなんですか？まあそうですよね。確かにベビースキンを定期的に継続的にやっていくと、ある程度お肌のこの健康的な状態がもし自分の中でも保たれてきているようであれば、そこからまあ維持するってい こうエイジングケアとしてこう考えていくと、そんなに頻繁にやらなくてもいいかもしれないね。ただやっぱりさ、こう美容医療ってさ、特にしかも肌の治療とかってゴールの設定難しいよね。まあでもベビースキンはやりすぎてダメなことはないんだろうけどね、治療の特性上ね、うん、だから多分今って私現在30代なんですけど、30代の私の肌の悩みって例えばくすみとか、まあ、最近ちょっとシミが出てきたなとか、あとやっぱニキビがねほっとくと結構できやすくって、そういった悩み、それを30代の私にもベビースキャンってると思うし、でもきっと40代50代になってきて肌の悩み変わってくると思うんですよね。だから肌の悩み変わってきてもその年代に応じた必要な効果効能をきっとベビースキンは果たしてくれるんじゃないかと思っているので、そういう意味で一生続けたいなと思う治療の一つです。ただ一方でね、この再生医療の分野ってすごく今進歩しているので、ひょっとしたら5年後10年後ベビースキンは再対決幹細胞培養醸成器って言うんですけど、それに代わるもっといい治療がひょっとしたらさらにもっと安価に提供されるようになってるかもしれないので、そうなるとベビースキン2とかベビースキントリプルみたいな話でわかんないですけど、もっともっとまた別のものがご紹介できるようになってるかもしれないですね。では今日は私の一押しメニュー3選ご紹介しました。ありがとうございました。